元サッカー日本代表の石川直弘です。同級生、藤田大成、一緒にプレーをしていて、まあ、そういった中で黒潮町に来るようになりました。そして僕はサーフィンが非常に好きなので、この黒潮町でもサーフィンをさせてもらってます。第35回、T シャツアート展、こちらの場所が会場になりますけど、作品募集中です。ぜひ皆さんどしどし応募ください。お待ちしております。